In Japanese, we count numbers as this. 1 or E, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or Na. Therefore, 177 is Inanna in Japanese, which indicates that Inanna, the ancient goddess in Japan, can be read 177 or Inanna. That is to say that 177 stands for Inanna in Japanese, and when added 1 + 7 + 7 = 15. Number 15 is a sacred number of Inanna in Mesopotamia. Hirokawa-san points out that the name of Inanna may originate in number 177 in Japan. もう一度日本語で説明します。縄文ヴィーナスイコールイナンナ説を唱えてすでに5年になりますが、それについて広川さんという方よりこんな指摘がありました。イナンナを数字に置き換えてみると177になる。その177の数字を足すと15。一方イナンナの申請数は15。こうして私林博の縄文ヴィーナスイナンナ説とメソポタミアのイナンナがつながるのではないかと。まさに大貧乏です。メソポタミアのイナンナ、つまりイナナ、つまり177は日本生まれだったのです。広し林浜祭りジャパン。On the left side of the helmet of 縄文 Venus in Japan, you can read number 15 written in cuneiform or in ancient Mesopotamian letter. Number 15 is a sacred number of Inanna. And also you see number 131 in the painting of the Adoration of Maggie, painted by Leonardo da Vinci. Number 131 stands for Inanna in Jewish Gematria. Thus,縄文 Venus, Japan, is linked with Mesopotamian goddess and then with Maria in Christianity. This is a very important part of this video, so I repeat it again that. Thus, 縄文 Venus, Japan, is linked with Mesopotamian goddess and then with Maria in Christianity. Believe it or not,This is a fact which we should accept. 冒頭でも話しましたように、縄文ヴィーナスイコールイナンナ説を唱えてすでに5年になりますが、それについて広川さんという方よりこんな指摘がありました。イナンナを数字に置き換えてみると、つまりイナンナという言葉を日本語の数字に置き換えてみると177になる。その177の数字を足すと15。一方イナンナの申請数は15。こうして私林博の縄文イナンナ説とメソポタミアのイナンナ説がつながるのではないかと。まさに大貧乏です。メソポタミアのイナンナ、つまりイナンナという名前は日本生まれだったのです。ということをご承知おきの上、続く動画をご覧になってください。
縄文ヴィーナスのヘルメットの左側側面にはメソポタミアのくさび型文字で15と書かれています。15はイナンナの神聖数です。またダヴィンチの書いた東方三博士の礼拝の絵の中には131という数字が隠し込まれていました。131はユダヤのゲマトリアによればイナンナを意味します。こうして日本の縄文ヴィーナスとキリスト教のマリアがつながりました。ここが重要な点ですからもう一度繰り返します。こうして日本の縄文ヴィーナスとキリスト教のマリアがつながりました。信ずる信じないはあなたの問題ということになりますが、これは事実です。つまりあなたが受け入れるか受け入れないかという問題ということになります。ここにその物的証拠を皆さんにお見せします。広し林浜松シティジャパン。簡単に概要を説明します。日本の縄文ヴィーナスです。この縄文ヴィーナスの左側ヘルメット、向かって右側の側面にはメソポタミアの鎖形文字で15と書かれていました。15です。15というのはメソポタミアの神聖数でイナンナ・イシュタールを意味します。つまりイナンナ・イシュタールの神聖数は15ということです。その15がこの縄文ヴィーナスの向かって右側のヘルメットの側面に描かれていたということです。書かれていたということです。そしてダヴィンチなる画家が描いたとされる東方三博士の礼拝の絵の中には131という数字が書き込まれていました。131はユダヤのゲマトリアによって解読するとイナンナとなります。つまりこうしてイナンナ、イナンナとつながります。縄文ヴィーナスイコールキリスト教でいうマリアだったのです。その証拠を順に皆さんにお見せします。Wikipedia English writes about so-called 縄文 Venus as follows. The 縄文 Venus is a dogu, a humanoid clay female figurine from the Middle 縄文 period 3000 to 2000 BCE, discovered in 1986 in Chino,Nagano Prefecture, Japan. It was designated a national treasure in 1995, the first Jomon period artifact to be so designated. The Dogu is an ocher-colored clay statuette 27 cm high and weighing 2.14 kg.The clay from which it is made has been carefully polished and contains mica or shiny silicate mineral. The dogu is thought to be a pregnant woman with broad hips, a pronounced gluteal arch, prominent breasts, and an enlarged belly. In contrast to the overwhelming majority of the 20,000 dogu found in Japan, which were fragmented, the Venus of Jomon is complete and has all its limbs. I, Hiroshi Hayashi, however, claim that the dogu Jomon Venus is Inanna in Sumer, or another name of Ishtar in Babylonia. Here I show youSome basic reasons why I claim so, all before I show you the total story of 縄文 Venus. 日本の
ジョーム・ヴィーナスです。1986年に長野県の茅野市で発掘されました。このジョーム・ヴィーナスについては考古学の一般的な説明では妊婦となっています。妊婦さんです。それはともかくも、私林博氏は縄文ヴィーナスイコール異難なイシュタール説を唱えています。その基本的な理由をまず皆さんにしっかりと確認していただきたいと思います。博氏林浜松シティジャパン。では画面を見ながらもう一度最初から説明します。メソポタミアで見つかっている異難なイシュタール像です。シュメールでは異難な、バビロニア、メソポタミアではイシュタールと呼ばれていました。この像と日本の縄文ヴィーナスが酷似している点に注意してください。左が縄文ヴィーナス、右が異難なイシュタール像です。細かいところを相互に比較してみますと、作り方の基本的なコンセプトが同じということが皆さんにも分かっていただけると思います。つまりヘルメットが同じということです。ただ日本の縄文ヴィーナスは仮面をかぶっています。現地で見ると分かりますが、輪郭のところが内側に鋭角に彫り込まれています。で、日本の縄文ヴィーナスはこう言いました。私はイナンナなのよ、イナボンチのイナンナなのよと。次に左下のアーティファクトに注意してください。この像もイナンナイシュタール像であると公認されています。シュメールの女神イナンナです。そのイナンナの額に注意してください。渦巻き模様が表現されています。そして縄文ヴィーナスの側面にも同じ渦巻き模様が表現されています。この渦巻き模様がイナンナ・イシュタールのシンボルということになります。つまりそのシンボルが縄文ヴィーナスの側面にも表現されているということです。他にもいろいろな場所でこの渦巻き模様が表現されていますが、右のブーツのようなものの側面にもやはり渦巻き模様が表現されています。イナンナ・イシュタールの所有物という意味なのでしょうか。で、また縄文イナンナはこう言いました。私はイナンナなのよ、イナボンチのイナンナなのよと。さらに決定的な証拠があります。この縄文ヴィーナスのヘルメットのようなものの側面に注意してください。そこにはこのような奇妙な模様が表現されています。この模様について視聴者の一人からくさび型文字に似ているという指摘を受けました。拡大し明るくしてみます。確かにくさび型文字です。そしてこの模様はくさび型文字の十の文字の形と一致しました。左下に書いてあるくさび型文字に注意してください。赤枠で囲ってみました。つまりこの模様は十を表すということになります。そしてその横には5つの点が描かれています。つまり10と5つ、10+5は15になります。ここが重要です。10+5は15になります。15というのは全体を360とした場合、その1/24、つまり1/24の支配権を持つイナンナ・イシュタールの神聖数ということになります。
右の15に注意してください。イナンナ・イシュタールの神聖数は15です。このようにしてメソポタミア・バビロニアの神聖数15、つまりイナンナ・イシュタールと縄文ヴィーナスがつながりました。だからまた縄文ヴィーナスはこう言いました。私は稲盆地のイナンナなのよ、もう分かってちょうだいよ、妊婦だなんて、おほほほほ、恥ずかしい、おほほほほほ、私はイナンナ・イシュタールなのよ、とです。Jesus Christ, after 1500 years in the Renaissance, left us human beings a very important message in the painting of the Adoration of Maggie, painted by, under the name of Leonardo da Vinci, that Maria is Inanna, again, Maria is Inanna,And here you see its proof and evidence. You see a secret number of 131 hidden in the painting, a number of 131 which stands for Inanna in Jewish gematria. You see its proof and evidence in this video.1500年後のイエスはダヴィンチなる人間が書いたと言われている東方三博士の礼拝の絵の中に私たち人間に対して大変重要な伝言を残しました。つまり聖母マリアはイナンナのことであると、繰り返します、聖母マリアはイナンナのことであると。その絵の中に131という数字が隠し込まれていました。131はユダヤのゲマトリア、つまり暗号によればイナンナを意味します。それをこの動画の中で皆さんにお見せします。広志林、浜松シティ、ジャパン。聖母マリアはイナンナでした。その証拠が東方三博士の礼拝の絵の中に残っていました。この絵を注意深くご覧ください。この右下の部分です。ここに文字らしきものが書かれています。1500年後のイエスはこのような形で私たちに多くの伝言を残しています。これもその一つです。この文字らしきものを180度回転します。するとそこに131という数字が浮かび上がってきます。131です。独特な1です。131ですね。で、131をユダヤのゲマトリア、つまり暗号によって解読するとイナンナであることがわかります。131イコールイナンナということになります。つまりここに描かれている聖母マリアはイナンナのことであると1500年後のイエスは私たち人間にこのようなメッセージを残してくれました。繰り返します。聖母マリアはイナンナのことでした。またの名をイシュター、つまりイナンナ・イシュターということになります。マリアイコールイナンナ、つまりこれがルネッサンスの
時代に現れた1500年後のイエスから私たち人間に対するメッセージということになります。結論ということになります。縄文ヴィーナスジャパンです。この縄文ヴィーナスのヘルメットの側面にメソポタミアのくさび型文字によって15という数字が書き込まれていました。15はイナンナの神聖数です。そしてダヴィンチなる画家が書いたとされる東方三博士の礼拝の絵の中には131という数字が書き込まれていました。131はユダヤのゲマトリアによればイナンナを意味します。こうして縄文ヴィーナスイコールイナンナ、マリアイコールイナンナとつながっていきます。つまり縄文ヴィーナスイコールマリアとつながっていきます。これが結論です。繰り返します。左側の縄文ヴィーナスはイナンナですと同時に右のマリアもイナンナです。こうしてイナンナイナンナとつながり、つまり縄文ヴィーナスイコールマリア、マリアイコール縄文ヴィーナスとつながりました。これが地球における宗教の結論ということになります。深淵のその彼方の時の果て、まだ見あらぬ夢のその中の夢、永遠の時の緩やかな心の鼓動、優しくもぬくもりのあるあなたの調べ、ただひたすら私はそれに耳を傾ける。この研ぎ澄まされた宇宙のその一角、私は命を受け、この世界に生まれた。光と分子が織りなすこの世界に生まれた。地球というその名の大地の上に、その不可思議さ、その厳粛さ、満天の星々は地平線から輝き、その天空は視野を覆い尽くす。果てしない宇宙は底なしの海、不安と恐怖、そして孤独と絶望、自らの無力に私はただただ身を縮める。
私は懸命に命を燃やした。その心は恐れを知らぬ子供のよう、はしゃぎ騒ぎ叫び、そして泣く、喜び悔やみ悲しみ、そして笑う。無我夢中で私は命を蹴散らした。私の前には光はなく、後ろにも光はない。星が瞬くより早く、時は流れ去る。その切なさに身を焦がし、思わず手を握る。時を止まれとが、時の流れは無常、そのまま指の間からこぼれ出る。神よ、私はあなたの声を聞いた。あの朝、私はあなたの声を聞いた。今行くよと、その優しさ、私はその声に震えて外に飛び出た。ならば教えてほしい。私はなぜここに生まれたのか。私はなぜここに生きているのか。そして私はなぜ死ななければならないのか。なぜ、なぜ、なぜ。遠くで誰かがこうささやく。いつもあなたのそばにいますよと。その声は母なる大地の声、響きは魂を揺さぶり、心を優しく包む。熱い涙で私は静かに頬を濡らす。もういいのよ、苦しまなくてもいいのよと。遠くでまた誰かがこうささやく。私はその響きに身を委ねる。潤んだ目を静かに閉じる。心を休める。体を緩める。人間は生きてきたし、今も生きている。人間はこれからもずっとずっと生きていく。深淵のその彼方の時の果て、まだ見あらぬ夢のその夢の中、遠くに光る白い星、その星に向かって私はまた前に足を踏み出す。息を大きく吸って歩き始める。林浩司、大地の詩より。
Prayer is not asking. It is the longing of the soul. It is daily admission of one's weakness. It is better in prayer to have a heart without words than words without a heart. God has no religion.祈るということはね、ものを求めることではないのだよ。祈るということはね、魂を求めることを言うのだよ。祈るということはね、それによって自分の弱さを日々に知るためのものなんだよ。その祈りにおいてはね、心のない言葉よりも言葉のない心の方が大切なんだよ。神には宗教はないんだよ。